よくアメリカの日本は植民地って言われてると思うんですけど、やはりそこから脱出するには核武装するしかないと思ってるんですね。緊張感を持た外交するためにも核武装をして、あの危ない国と対等に渡り合える日本になった方がいいと思ってます。国連憲章、旧敵国条項、旧敵国が侵略行為またはその兆候を見せた場合、安全保障理事会の許可なしに軍事的制裁を加えることができるんです。旧敵国条項を削除するためには常任理事国の賛成がいるんです。核武装するってことで賛成する人いますかね。現実的に縛られているものがあるということを認識した上で外交防衛をどうするんですかってことに帰結していかないと、ただの想像なんです。日本において外交と名乗っているものは事実上の海外旅行なんですよ。中国のトップとコンスタントに日本のトップが話し合うような機会ありますか。北朝鮮と直接やり取りできてますか。北朝鮮に対して制裁を加えるっていうことの一辺倒で帰ってきましたか。窓口作らなきゃダメでしょう。話し合わなきゃダメでしょう。もっと経済連携していきながら経済で豊かになっていけよっていうことを言っていけるっていうのが本当は外交ですよね。どうしてそれやらないの。アメリカから抑えられてるからかな。近くにいる国は変更できないわけだから、うまいことやる以外ないんですよ。どうしてそのやり取りをしないの。それが外交じゃないですか。日本が重武装化した場合にはある意味で敵対する軸になりつつあるロシアや中国という国が目の前にあるんですよ。ウクライナっていう部分に対してどうして日本がわざわざ東ヨーロッパのことに対して首突っ込むの。NATO の諸国と一緒に経済制裁をやりますっていうことになったら、ロシア側にとって日本は敵国になっちゃうわけですよ。でも待ってよって、目の前にいるんだよ。だから対話の窓は閉じちゃダメなんですよ。戦争はやめるべきだ、攻撃をやめるってことは言うべき。でも一方で日本の国益として外交防衛を考えた時に敵対し続けていい相手じゃないんですよ。今何やってるかって言ったら、アメリカと中国の対立に対して日本側がアメリカに全乗りしちゃってるんです。これ非常に危ない、むちゃくちゃ危ないんです。